まあそういう抜け出したいっていうか、ネガティブなところから、あわよくばその成功して金を稼いで、みたいな。まあ、やっぱ一番最初の同期ですね。東京と横浜に挟まれてて、その間に川崎があるんですけど、どっちのスタイルも入って、面白い具合で、このなんかちょうど、うまい具合でいいとこ、取りでなんかみんな、先輩とかもなんかやってました。家に欲しかけどな、散らしてるヤクザの取り立て、触れたいもしも降りられるなら、気づいたら俺が取り立てる側、環境を言い訳にグレ見えない。直接会うまで彼らについてはほとんど何も知らなかった。固い団結力を不思議と感じていたバッドホップクルーのホームは川崎の南部だ。そこには東京湾に沿って多くの工場を抱える関東有数の工場地帯であり、周辺には在日韓国人のコミュニティも存在している。その場所で彼らはどんな日々を過ごしてきたのか、バッドホップには一体どんな人たちが集まっているのか、少ない情報と多くの疑問を持った私たちは直接川崎に向かって話を聞くことにした。どうも、タイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。川崎ってなんか他の人から見るとあんま分かんないと思うんですけど、南部と北部みたいなのがあって、うん、でここを自分らがやるところが南部で、はい、でなんかもうちょっと駅の方の奥に行く、奥側に行くと結構北部みたいな感じで、やっぱ川崎は結構自分ら、まあ、ラップヒップホップだと結構地名とかもなんか具体的で、例えば自分らが今こうやって住んでる場所は池上だったりっていう場所だったりするんですけど、結構そうですね、具体的に自分らのことをラップしてみたいな。あいつ昔から一緒なんですけど、店に入ってってレジとか全部開けて取っていくみたいなのでも、お前らずっと繰り返してね。いや、レジ開いてるのとか。いや、なんかそれ一回なんか中に入ってさ、その帰り討ちにお前らされてたじゃん、バットかなんかで顔面。あ、店員が店員もう何回も同じことやってるんで、常連だったから待ち構えてて友達が顔面バットで殴られましたね。マジフルスイン、もうすごい歯とか血だらけだった。これはなんか音楽とかやってるんですけど、音楽やってないやつらもそういうやつは今もう結構なんか役中になっちゃったりとか捕まってたりとかいろいろいるんですけど、そいつらもそいつらもここのメンバーだけじゃなくて中学の時いたもんね、いっぱい。親とかまだいるんですか？それはいますけど、もともと母子家庭で、はいはい、親父がいなくてみたいな。なんかラップやってるやつ、自分らやってるんですけど、やってないやつとかはもうほとんど母子家庭っていうか環境悪いっすね、やっぱりみんな似たような。ここだけじゃなくて、ほんと昔から中学の時からつるんでた仲間みんな母子家庭で、家庭環境がとりあえず悪いっすね。うん、まあ、それだけはもうみんな共通してたっすね、遊ぶ仲間とかは。やっぱりと自分の双子で、双子の兄貴で T パブロっていうラップやってて、一緒に2ウィンっていうグループやってるんですけど、 T パブロとあとバッドホップの G キッドとバークとビンゴとあと TG ジョジョと、あとこれ唯一自分らの DJ でケンタっていう DJ ケンタと、あとベンジャジーと、あとアクドとイエローパトと、あと自分の実の兄貴なんですけど、兄貴です兄貴と自分らのそのバークとかが住んでたりするような場所があって、ここからすぐなんで、はい、ちょっとじゃあお願いします。はい、行きましょう。突き当たり行ったとこがなんか新聞でなんか日本で一番空気が汚い場所で、あ、なんか産業道路、そこで日本で一番空気が汚いのがそこのコーナーなんですよね。はい、なんか徐々に良くなってるみたいなんですけど、ほんとすぐそこをもう渡ったら全部工場地帯なん でやっぱトラックとかすごい多いんで、ここら辺なんか歩いてると空気は悪いから肌がちょっとピリピリするとかなんかたまにあるっていう。なんかみんな、自分もそうなんですけど、喘息とかそう、みんなアトピーとか持ってて、公害っつってそれちゃんとなんか申告すれば病院代とか全部出るんですけど、でなんかもう普通にボディクリームとかつけて歩いてると、こうやってなんか家帰ってこうやってやるともう真っ黄色になってます。ここが一番日本で一番空気が汚いっつって、今からブラックのエリア案内するんですけど、ここ朝鮮人がすごい多くて、
もう途中で撮影がダメになっちゃうとかそういうのあるかもしれないんで、はい、家とかそういうのがもうこの辺すごい、ああいうのとかもああいうのがいっぱいあるんで、昔はなんかもう日本人が入ったら、まあ自分たちはなかったんですけど、日本人が入ったらもう石ころ投げられたりとか、はい、そういうのがすごかったっていうのはあったんですけど、自分が通ってた中学校とかは人数も少ないんですよ、すごい自分たちの学年全員で50人とか、はい、でその大半がみんな朝鮮人とかそういう違う血が入った人たちでしたね、はい、まあバークさんに対しては部落って何なんですかね。自分にとってはもう生まれた時から住んでるところなんで、もう自分の普通がこれなんですけど、他の人からしたら結構空気悪いし住みにくい街ですかね。すごいもう自分はここの池上って地区を全面に伝えていきたいですね。じゃあ相当古いんですね、やっぱりこのエリアって。そうですね、ちょっと新しい家とかも最初建てる時に多分あの許可を得てないで建ててるんで、普通家が普通は同じ方向に向いてたりするんですけど、みんな建てたいように建てちゃってるから細くて、はい、ドアが向き合っちゃったりとかみたいなだと思うんですよ。なんかちょっとブラックに関して話すっていうことがなんかタブーな感じじゃないですか、日本では。それに関してなんか思ってることってあります？いやでもあれですね、そのタブーなことも伝えたいっていうか、まあ、言えちゃうのが そうですね、国的な、もう本当にこの地区で本当にあったことを書いてるんで、結構朝鮮人の人とかも意外といい人とかもいっぱいいるんで、自分らの自分家の周りとかに住んでる人たちはよくあれですね、鍋でカレーとか持ってくれますね、ご飯とか。え、じゃあほとんどここの人って今もう韓国語を喋って、まあ、そういう韓国の文化がとかすごい根付いてますね。すぐ近くにも渡ったらコリアンタウンがあるんですよ。毎日のようにテラス赤トーニー、悪事働き迷い追われるポリス、俺はお利口にそんな習慣無理、汚れた金持つ歩いた13重視、嫌な報道浴びたぜ酒と白い目、また手汚す金の匂いで。何やってんの？あ、撮影です。テレビじゃないみたいな感じの、はい。おじいさん、ちょっとおかしいんじゃねえ。ダメですか？え？ダメですか？なんか嫌な感じするなと思った。あ、本当ですか？見に来たんで。すいません。うん、そろそろ行くんで、もう、うん。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。あの人、その自分らが多分 PV 撮ったとこの中の人、あ、なんか借りたとこの一人なんですけど。あ、そうなんですね。ちょっとボケが入っちゃってるんですよ。はぁ、落ちたな。ありがとうございます。今から行くところがあるんですけど、そこでよく PV 撮ったり、昔そこでみんな朝方になると溜まってて、ここはもの自分らが、ね、みんなで朝とかまで昔遊んでここに来て寝るみたいな、ここで寝たりとかしたね、寝たりしてる、うん、バカなやつとかはもうあのこういうやつの上に乗ったり、あそこあれっすか、あの上に、みんなバカだからその時はもうあの上に乗っちゃったりとかしてますよ。ここの水とかも相当汚いです、ね、相当汚いです。相当汚いです、ね、みんな朝方で寝てたんですよ。そしたら寝返り打ってあそこの高さから落ちて、別になんもなかったんですけど、すげえ痛がってましたね。みんなといろんな話をしているうちに、彼らは本当に経験したことだけを歌っているような気がしてきた。池上町のような川崎の南部で片親家庭で育ったこと、または金銭的に困窮した環境で育ったこと、そんな背景が自分たちの現実を歌詞にするパワーが彼らにはあるのだと思った。ここが、まあ、自分ら川崎の工場地帯で、
なんかもう昔とかよくここによく火が出ててバーッつって、それをなんか昔は夜景みたいな感じで見てて、それでそうですね、でやっぱ空気が悪いんで、もう自分もなんですけど、みんなほとんど喘息みたいな、みんなほとんど持ってますね。自分の友達とかは、自分の地元側の人とかはもうみんなもう持ってます。喘息持ってて、俺の兄弟とかもみんな持ってるし、肌も弱くて、やっぱでも自分らの川崎ではすごい工場っていうのは本当にめちゃくちゃ身近なものっすね。すぐ歩けばすぐこうやっていっぱい工場があってみたいな、すごい汚くてみたいな。俺らの友達とかはもうみんな中卒が多いんで、高校行ってないやつが多いんで、もう中学卒業してみんなこういうところで働いてます。であと自分らの場合は親とか周りの親とかもやっぱりその、まあ、社長とかって、まあ、いないっていうか、普通にこういう工場で働いたりとか、あと職人とかも多くて、職人の町はやっぱそういう、そうですね、だからやっぱ金持ってるって言ったらやっぱ社長ってよりもこういうところで工場とか、例えば職人とかの親方だったりとか。それってあの音楽でどう出てくるんですかね、なんかインスパイアとかされます？その地名とかは結構出しますね、こういう工場とかでとか、逆にそういうのだけでラップ一曲自分らの友達とか作ったりとか、やっぱフリースタイルとかでも結構入れるもんね。フリースタイルとかできます？はい、あ、そうですね、フリースタイル。いや、フリースタイルちょっと適当に。川崎分かるだろ、突っ込むだけ川風みたいな感じだぜ、俺らのスキルで瞬きさせていくだけだな、俺ならちげえよ輝き、はい、輝き出す。そう、俺まるで18金、それか知らねえけど俺は9番リン、今はつけてねえけど、そう今着込むリック・オーエンス、ダークシャドウ、ヌビエン、東京23、聞いただけだ、俺らリーガルで食える日、18金の9番リンじゃなくて俺らは13紙、悪さし掲載新聞に週刊誌、週刊誌、そう俺たち着飾る、でも俺たちおしゃれなニューヤンキーみたいな感じ、俺もかます。ナイス。今これからなんか自分たちが13とか14ぐらいに溜まってたとこに行こうかなと思って、そこは中学校の周りにずっと溜まってて、バットップほとんどのやつが同じ中学校なんで、今からそこにちょっと行ってみようかなと思ってます。あ、どうも。ここは自分らがずっと溜まってたベンチです。朝ここに来てみんなで本当に15人ぐらいとかで溜まってタバコ吸って帰るみたいな。逮捕された時は、でもその時は学校で捕まったやつも何人かいるか。いる。そのまま学校にいたらもう3、4人ぐらいは学校で捕まったりとか、あとここら辺を通ってる時に声かけられて、ちょっとお前もう逮捕状出てるから、うん、あとその時学校来てないやつはバラバラでその逮捕されて、ああそういう感じだ。こいつの親父がもともとヤクザやっててみたいな、なんかヒーローみたいな感じだったよね。俺たちの本当になんか身近でお金持ってる人って言ったら、本当にそういうヤクザやってる人か職人の親方が多いんで、親がやっぱめちゃくちゃ子供の頃からすげえでけえ家に住んでてみたいな、しかも超いい車乗ってるしみたいな、しかもいろんなところの親、他の人も悪かったもんな、親自体が悪いから、それでそういう人たちとつながってってみたいな感じ。中学の時もやっぱ結構、まあ、理不尽なことでお金取られたりとかあったっすね、いっぱい。めちゃくちゃもうそういう揉め事っていうか、やっぱこういうところで川崎とかだと、まあ本当によくあって。あ、先生、あの先生知ってるよね。先生久しぶり。あ、音楽の先生だね。先生、この間ね、流れたんだよ、お昼のお弁当の時間に。本当ですか？何か曲なんですか？そう、とか言って、うちの子らすごかったよ。ノリノリで食べてた。マジヒーローじゃん。え、バットアップの曲。学校で流れるのって。今日はバッドホップのクルーがここサルーンでライブするみたいで、今ちょっと待ち合わせしてるところです。あ、ちょうど今来ました。ちょうど今みんな偶然、すごいタイミングですね。お疲れです。お疲れです。どうも、今日はよろしくです。よし、お疲れです。お疲れです。どうもどうも、久しぶりです。お疲れです。お疲れです。お疲れです。疲れです。多いね、やっぱり。ほとんど幼馴染とか、みんなすぐ家近くで
近所でみたいな。最初の始まりみたいのが地元にそのスカーズっていうラップのグループがあって、川崎に。で、ギムラそれに影響を受けて、それで俺らもやりたいなと思ってリリックみたいなのを書いて、今読み返してて恥ずかしい感じなんですけど。16、15の時に出たんだよ。マジですか。早いね。それでちょっとやりやすさ、いろいろやつを。なんかよくなんか手とかここら辺入れてる人っていつも思うんだけど、例えば就職活動するとしたら、もうここはもうアウトでしょ、大体。もうみんなあれだと思うんですよ。自らその選択肢をなくしちゃうみたいな感じで、だから結局甘えあるじゃないですか。それ入れてなかったら。まあ別にラップやめても、まあ別に職員やればいいし、逆に言っちゃうバイトの日払いでも生きていけるし、でもこれやっちゃったらもう何も生きていけないじゃん。これ鼻いいね。牧場育ちやん。牧場育ちやん。今日はそうですね、みんな気合い入れてがっつり楽しんでるね。野球の試合だね。おいよ、バロー。じゃあよろしくお願いします。バロー、イエイ、今 GM スタジオにやってきました。 TG ジョジョくんがこれからレコーディングをするみたいなんで行きましょう。あ、今日はそのもともとその撮ってた曲があるんですけど、それをちょっと他のメンバーが撮り終わってるんですけど、ジョジョがまだなんで、そこをちょっと今日は撮りに来ました。今日は一人ですね。今日は人、他のやつらも全部撮ってあって、はい、服も他のバーツも入ってて、はい、真ん中の2バーツ目だけ撮るっていう感じで、はい。マイクチェック出してみる？お願いします。Yeah。 Yeah。 工場以外何にもない。廃棄がする煙たい街。この街みてえにチェーンスモーク、そのままボロ見たく突き入れていこう。でもそうはいかねえ、まだ繋がれてるチェーン、最近見ねえと思ったら長いお勤め。いいっす、聞いてみる。工場以外何にもない、排気がすれ煙たい街、この街み。同じクルーのメンバーで、はい、一番好きななんかライブとかあります？なんかある？これ言っていいのか分かんないですけど、重視でなんかなんとかとか言ってたんで、そしたらじゃあ重視でスモークウィーで、15で入れ墨で、16で部屋墨っていうとこにしようって言って、あれだよね、なんかさ、俺らの場合はさ、じゃあ俺らの過去をさ、じゃあ話そうってなった時にさ、俺は絶対にその絶対に普通なことはしてきてないと思うから、多分普通の人たちが、だからそういうことに なっちゃうね。例えば悪いことだったりとかでもさ、本当にこういう生活をしてきて、で全くその毎日怯えながらというか、何かに怯えて、ね、生きてきて、でもこうやってちゃんと音楽で変われるっていうか、自分の中では変われましたね、相当。でそれでちょっとラップっていうのに目覚めてやってみたら、そのすぐ僕らの名前を知ってくれる人がいて、だからやっぱどんどんその若い子たちもそれでなんか悪いことをしたりしてたりとか、あとあんま夢がないような人でも、そのラッパーっていうのが選択肢の一つになるようになって、あとやっぱり僕ら地元で育ってきて、まあ、今でも地元乗りなんですけど、この僕俺らのやってる音楽は絶対に地元乗りだなと思ってて、だからもっと俺らみたいなやつらがいっぱいいると思うんで、全国には。だからそういう子たちにもっと届いてくれれば、少しでもなんか変えられるのかなと思いますね。
ドホップがどのようなクルーなのか少し理解することができた気がした。一人一人と時間を過ごしていろんな性格に触れ合った。彼らの地元も歩き回って自分の目で見ることができた。彼らはまだ二十歳前後だ。これから彼らにどんな出来事が待っているのかわからない。だけど彼らは今全力で音楽を作っていて好きなことに向けて集中している。直訳がイレギュラーバウンドという意味のバッドホップがどこへ転がるか見ていくしかない。